皆さんこんにちは。こんにちは。増田家チャンネルです。はい。本日は J リーグクラブ基本講座鹿島アントラーズ編です。よっ。ついに来ました、鹿島アントラーズ。声がでかいな。名門ですからね、絶対にここだけはしっかりとレポートしなければいけません。なるほど、よろしくお願いします。はい、そんな熱が入った鹿島アントラーズ、早速紹介していきましょう。まず鹿島アントラーズのアントラーズの意味を説明します。はい。アントラーズというのは鹿の枝角です。なるほど。この鹿島地域には鹿島神宮という有名なところがありまして、うん、そこには鹿が生息しています。鹿島の鹿。そうそうそう、鹿だし。そう、この鹿というのと、あとは枝角で、ただの角じゃなくて枝っていうのはこうピッ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 なってるってことなんですけど、うん、それが茨城県の茨。なるほど。を意味しているとも言われてます。強そうですね。そうだね、強いという、鋭いというような意味も込められています。なるほど。続いてホームタウンは茨城県の5つの市があるわけですけども、うん、結構読み方が難しいんです。本当だね、苦戦しました。難しい。はい、鹿島市や鉾田市など。鹿島市の島はそっちなんだ。そうです。すげえ。はい、じゃあちょっとクイズをしてみたいと思います。はい。これ、なんて読むでしょう。しおくるし。まあそう言いますよね、普通は。長期。まあそう言いますよね。長来。これは絶対読めません。長来し。いたこしです。はい、無理。嘘でしょ。神寿司です。これはまあ読めるかもしれない。そしてこれ、読めないよ。浴衣し。違う。行方市でもありません。行方市。なめがた市です。なんでやねん。そして、まあ、鉾田市など、うん、こういった地域が鹿島アントラーズのホームタウンとなっています。なるほど。ここの辺りは工業地帯として栄えた地域で、うん、近くにはコンビナートなどもあるような、そういう地域だそうです。なるほど。はい、続いてスタジアムは県立鹿島サッカースタジアムです。はい。これはサッカー専用のスタジアムで約4万人収容という、うん、なかなか大きいスタジアムですね。なかなか大きいですね。はい。で、そんなこのスタジアムなんですけれども、今新スタジアム構想が持ち上がっているようなんです。おお、ここも新スタジアム構想か。そうそうそう。なんで新スタジアム構想上がっているかというと、はい、海が近いことによる塩害だったり、あとは2011年東日本大震災の影響によるスタジアムの損傷だったりが影響しているということです。なるほど。株主はメルカリを筆頭に日本製鉄、鹿島市などが挙げられます。ここで特筆すべきは、はい、メルカリが入っていることじゃないかなと思います、うん。メルカリと言いますと、皆さんご存知のあのフリマアプリのメルカリですね、うん。はい、実はこれとても最近、鹿島アントラーズの経営に参画しました。なるほど。2019年2年前ですね、うん、にもともとは日本製鉄とその子会社が持ってた株式を、うん、約6割メルカリが買い取って、メルカリが筆頭株主になって、なるほど、こちらの鹿島アントラーズの経営に参画したという形になります。今時代はインターネットの時代です。そう、なのでそういったメルカリも、まあ、インターネットフリマアプリですので、そういったデジタルの戦略なんかをチームに生かしていこうといろいろな施策もしているようです。なるほど。これからの鹿島アントラーズの進化に注目したいなと思ってます。はい。エンブレムはこちらです。ポン。真ん中に鹿の角がドンとあしらわれていて、うん、あとはチームカラーの赤、そしてアントラーズというエンブレムです。なるほど。続いてマスコットキャラクターはこちらです。ポン。鹿島神宮の鹿です。名前ないのかよ。
愛称はシカオと呼ばれているそうです。かわいそうに名前つけてあげて確かに愛称がシカオってもう後で取ってつけたような、はい、そんなシカオくん2021年キャラランキングでは55分の8位です。まずまずの順位ですね。そうだね、なかなか可愛いキャラクターだなと思いますので現地で見ていきたいなと思います。はい、それでは鹿島アントラーズの歴史をご紹介したいと思います。はい、鹿島アントラーズ前身は住友金属蹴球同好会でございます。へえ、住友金属ですね、うん、今株主日本製鉄、先ほど日本製鉄からメルカリに行ったと言いましたけど、うん、日本製鉄は、まあ、住友金属の何ですか、グループというか、うん、その会社なので、もともとは住友金属のサッカー部が前身のチームです。1947年に創部されました、うん、でその後紆余曲折ありましたが1993年には J リーグ加盟ということで、こちらもオリジナル10。そうです、オリジナル10の一つのチームになります。はい、鹿島アントラーズ、ここの鹿島市を知ってる方ならわかると思いますけど、うん、なかなか田舎といいますかちょっと偏僻なところにあるチームですね、うん、はい、なのでもともと J リーグに加盟するとき、うん、母体のこの住友金属のサッカー部はなんと、2部リーグに加盟してたチームでした、うんうん、J リーグの前は JSL ジャパンサッカーリーグっていうのがあったんですけど、うん、だいたい他のオリジナル10のチームは JSL の一部のチームでした、なんですけどここの住友金属は2部のチームだったんですね、うん、なので J リーグに加盟を表明したんですけど住友金属が、うん、なんですが当時の J リーグの、仕切ってた理事の方とかにあなたたちが入る可能性はほぼありませんと、うん、無理ですとパッサリ、はい、言われてたんですが、うん、それでも住友金属が頑張りました、うん、J リーグ側からなんと当時では無茶な要求でした。こちら1万5000人収容できる屋根付きのサッカー専用スタジアムを建てられるなら入ってもいいぞとどうなんだろう、諦めさせるための条件を J リーグ側から提示されたんですけど、うん、なんと鹿島アントラーズ住友金属ですねこちらをのみ建設するとしたんだということでなんとか J リーグに加盟してオリジナル10の一つになったと。すげえ。こんな伝説的な話が残ってると。なるほど。そういうチームですね、うん、開幕するときに鹿島アントラーズに目玉注目選手として入ったのがこちらブラジルでも英雄として語り継がれるようなジーコさんです、うん、あ監督、はい、ジーコ監督だ。ジーコ監督として、まあ、日本代表の監督やられてたので、うん、すごく知ってる方もいると思いますが、うん、93年にはプレイヤーとしてジーコさんは鹿島アントラーズに入団しました。そうだったんだ、はい、翌年には引退されたんですが、うん、初年度はジーコさん、こちらのチームで活躍されたということになります。はい、今でもこの鹿島アントラーズにジーコがもたらした影響っていうのはすごく大きいとされていて、うん、応援幕、弾幕にもスピリット・オブ・ジーコっていうのがあって、うん、ジーコさんが持ってきたこの勝利の魂というか、うん、そういうのがこの上昇鹿島を作ったというふうに言われています。なるほど。上昇鹿島と言いましたが、うん、今から華々しい歴史をご紹介したいと思います。はい、ちょっといつもでしたら何年何とかがありました、うん、何年何とかの優勝でしたっていう説明をしたいんです、うん、しているんですけども、うん、今回はちょっと多すぎますので形式を変えて変わってるな、このように説明したいと思います、うん、まず J リーグですね、うん、こちら全部で8回の優勝を誇っています。なるほど。96年、98年、2000年、2001年、2007、8、9、2016、このように、まず2連覇が1回、2000、2001とあります、うん、そしてもう1個、2007、2008、2009、3連覇があります。なるほど。2連覇と3連覇、これをやったのは、
鹿島アントラスだけです。あ、今年、2021年の J リーグ王者決まりましたね、うん、川崎フロンターレになりましたが、川崎フロンターレは2連覇2連覇です。へえ、あ、じゃあなので川崎フロンターレは来年もし優勝すると鹿島に追いつきますが、今は鹿島が、このような華々しい2連覇3連覇という記録を誇っております。なるほど。そして J リーグカップ、昔の山崎ナビスコカップ、今のルヴァンカップですけども、こちらは合計6回優勝しております。そして天皇杯、こちらも合計5回すごい優勝しています。 J リーグ、J リーグカップ、天皇杯、それぞれ8回、6回、5回ですけども、この優勝回数は全て鹿島アントラスが最多の優勝回数を誇っています。そして ACL、 アジアチャンピオンズリーグですね、アジアナンバーワンのクラブを決める戦いでは2018年に優勝しています。これら全てを合わせるとなんと20冠と20個のタイトルを勝ち取っていると。すごっ。J リーグでただ一つですね、ここにデカ星が2個ついております。なるほどね。これはね、ちょっと語らないといけないでしょという、もう上昇鹿島という歴史でございますね。そんなに強かったんだ。そして、昨年2020年の J1 の順位は5位。5位、今もうだいたい5位ぐらい。なんか調子がいまいち上がらないなって思いつつも、うん、やっぱりこれぐらいの順位にはいるんですよね、毎年。 それがやっぱすごいなと思っちゃいますね、そしてもちろん上昇鹿島ですので、さまざまな有名選手がいました、うん、ちょっと挙げるとキリがないので、うん、もう本当に代表的な選手と、まあ、僕がお気に入りの選手、うん、そういった観点で4名の方を挙げましょう、はい、まず1人目、柳沢敦史選手、はい、知ってますか？うん、知らないな。マジか。この選手は2002年と2006年のワールドカップ、日本代表としてワールドカップにも出場されてますが、フォワードの選手で、なんと富山県出身の選手です。ちょっと巷では、いろいろなディスりなんかも行われてますけども、そんなのは良しとして、うん、本当に素晴らしいフォワードなので、うん、あんまり悪口は言わないようにお願いします。今は鹿島アントラーズのユース高校年代の監督をされております。なるほどね。那須さんの YouTube でも出演されてましたので、那須さんの YouTube なかなかいい動画ですので、私の同志です。皆さんも見てみてください、はい、概要欄にリンク貼っております。勝手に。はい、そして同年代として小笠原光雄さん、うん、この選手も長らく鹿島アントラーズを支えた、選手の一人で、日本代表にも選出されるようなそんな選手でした。今は鹿島アントラーズの内部で、スタッフとして働かれています。 そして次にこちら、みんな大好き、はい、来ました、プッチーこと内田篤人選手です。これはね、私の青春時代にめちゃめちゃ人気だった、はい、あ、そう、サッカー選手といえばプッチーですね。もうちょっとすごい人気だよね。イケメンだし、そう、なんか独特な自分を持っている感じが、なんともね。今はダゾンなどを中心に解説だったりとか、いろいろな、メディアに出演されたりとか、うん、あとは日本サッカー協会のロールモデルコーチとして、うん、高校年代の、アンダー世代の代表に同行されていたりとかっていうことをされてるみたいです。なるほど、はい、顔もいいし人もいいし、うん、素晴らしいです。そしてもう一人、今も日本代表に選出されてますが、うん、柴崎岳選手、はい、はい、私とタメです。あ、私たちの年代の星か、岳ちゃんが、こちらの鹿島アントラーズの、所属していた選手ということになります。海外に行く前か。そうですね。なるほど。注目選手は誰ですか？注目選手は今もたくさんいい選手がいるんですけど、うん、あえてこの選手を選びました、はい、上田綺世選手です。来たー、綺世、綺世、
かっこいいよね、名前が。かっこいい。世界をきれいにするってこと。はい、わかんないけど。本当にいい選手ですよね。フォワードの選手ですけど、うん、なんか怪我をして一度戻ってきた時、なんか太ったかなと思って見てたんですけど、なんか体が一回り大きくなったようなイメージで、うん、それでも点を決め続けると、本当に得点の感覚がすごい選手だなと思ってますので、まあ、なかなか乗り切れないところもあって、この前のオリンピックでもなかなかいいプレーできない時もありましたけど、うん、僕はすごく大好きな選手の一人です。はい、次観戦に行った時はぜひ点を決めてもらいたいなと考えております。そうだね、頑張れ頑張れ。次回のサッカー旅、なんと最終章になりました。ついに最後のサッカー旅にふさわしいこのチーム、鹿島アントラーズの試合を見に県立鹿島サッカースタジアムへ行ってきたいと思っております。はい、2021年ですね、さまざまなチームへ行ってきましたが、この常勝鹿島で最後締めたいと思っております。素晴らしいクラブ、素晴らしいスタジアム、そして素晴らしいグルメもあるんじゃないかなと思っておりますので、すべて余すことなく動画に収めて皆さんにご紹介したいと思っております。はい、次の動画楽しみにお待ちください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。鹿おまえ。